2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略から5月24日時点において、ちょうど3ヶ月となるよね。現在ロシア軍の進軍は停滞し、むしろウクライナ軍が優勢になりつつあるよね。侵略開始当初では圧倒的なロシア軍戦力の前にウクライナは1週間も持たないと見られていたのにな。ロシアはウクライナとウクライナを支援する各国を甘く見ていたってことだね。そうかもしれないね。さて今回は、そんなロシア軍のウクライナ侵略についてロシア軍の本質も踏まえて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。新ロシア派武装勢力が支配していた東部と、2014年にロシアに奪われたクリミア半島と接する南部が制圧されているものの、ウクライナ軍は、一時は首都キーウ近郊に迫ったロシア軍を撃退し、北部のロシア国境に近いウクライナ第2の都市ハルキウ周辺でも攻勢に転じていることに、世界中の軍事専門家が驚きを見せているね。かつてソ連だった第二次世界大戦最中の1941年、領土深く侵攻したナチスドイツ軍に包囲されたレニングラード、現在のサンクトペテルブルグにおいて900日にわたり耐え抜き、100万以上の市民に犠牲者を出したと言われながらも撃退した、レニングラード包囲戦を経験したはずのロシア軍が、80年後に今度は自分たちがナチスと同じ鉄を踏むとは、ロシア軍のみならず誰もが予測できなかっただろうな。そうだね。ウクライナへの侵略開始初日からロシア軍は戦術ミスを犯していたことが、各方面指摘されており、その最初は、首都キーウ近郊の空港を制圧しようとした、空挺部隊が輸送機を撃墜されるなどして撃退されたことに端を発していたんだ。ロシア軍は近代戦の定石通りにウクライナ軍のレーダーや空軍基地など、軍関連施設に短距離弾道ミサイルや巡航ミサイル、航空機による空爆を加えていたようなんだけど、それが不完全なまま空挺部隊を空港に展開しようとしてしまったんだって。こう焦るとろくなことにはならないよね。そういうことだね。まあそのために生き残っていた、ウクライナ軍の防空システムによって、空挺隊員を乗せたままの輸送機を撃墜されたほか、空爆のために飛行した戦闘機や攻撃機、空挺隊員を援護しようとした、攻撃ヘリコプターなどが多数撃墜されたと言われていて、ロシア陸軍でも精鋭中の精鋭とされる空挺隊が壊滅状態に陥ったとされているよ。たとえ軍事力的に格下だったとしても、手は抜いちゃダメだよね。その後、軍事施設も民間施設も区別なく、無差別に大規模な空爆を実施してウクライナの各都市を破壊し続け、ウクライナとの国境地帯に集結させていた十数万の部隊を、数にものを言わせて一気にウクライナ領内に突入させたものの、制圧したといえる大都市は南部のマリウポリだけで、アメリカやイギリスの諜報部などの情報によればウクライナ領内に進撃した、ロシア軍部隊の2割から3割が戦闘不能状態にあるとされ、前線に出た10名以上の召喚旧指揮官が戦死させられたというんだ。世界最強の陸軍国とまで呼ばれていたロシア軍が、実は無能な烏合の衆であったことを世界中に喧伝してしまった理由について様々な理由が語られ始めているな。そうだね。まず一つには、ウクライナにおけるロシア軍の戦略、戦術などの戦闘ドクトリン、いわゆる戦闘競技が実は、第二次大戦時代のソ連赤軍時代から全く変わっていないことが指摘されているよ。戦闘ドクトリン？戦闘ドクトリンとは、敵都市などへの攻撃に対しては戦闘員と民間人を区別せず、むしろ民間人を標的としてその人権を無視し、侵害することで恐怖を与え、大量の大砲やロケット弾原台であればミサイルによって破壊し尽くした上で、補給などの兵站には配慮せずに戦車、装甲車などを装備した大軍を、一気に投入して殲滅するといったものだよ。このドクトリンは太平洋戦争終結時に、満州やカラフトなどで日本に対しても実行され、移民として渡っていた多数の日本人が命を奪われ、捕らえられてシベリアに送られたんだ。また、ナチスの侵略を跳ね返し、連合軍と共にドイツ国内に侵攻した際にも、当時のソ連指導者であったスターリンがドイツ民間人への攻撃はもちろん、ドイツ国内での略奪と性的暴行を許可していたんだって。ソ連からロシアとなっても、その戦闘ドクトリンでは、民間人を戦闘員同様の標的とみなしており、ロシアの軍事戦略家アレクセイ・アルバトフは、敵国の都市や施設の完全破壊や民間人にどれほど犠牲が出ようが、自分の損害を減らすためであれば問題はないと2000年に発表していて、そのような行為がどれほど国際社会から非難されたとしても、ロシア軍の損害を抑えるためであれば許されるとしているんだろうな。そうだね。ソ連が崩壊してロシアに変わっても戦闘ドクトリンが全く変わっていないことから、その後紛争などに介入したチェチェン、シリア、ジョージアでも都市を破壊し、民間人を攻撃し、略奪レイプ拷問強制連行裁判なしでの処刑などの、
戦争犯罪を繰り広げており、今はウクライナでこれらの行為を現在進行形で行っているんだよね。民間人を意図して攻撃するなんて考えられないよね。軍に対抗する力を持っている人なんて、民間人にはほとんどいないだろうし、その上人権を踏みにじるようなことをするなんて、ほんと正気の沙汰じゃないよ。このような軍隊を持つロシアに対して命を守るために降伏すべきと主張する日本人がいるが、それもどうなんだろうな。降伏すれば攻撃で死ぬことよりも過酷な扱いが待っているだろうからね。ロシア軍相手なら、降伏するよりも戦う方が生き残る可能性が高いのかもしれないよ。そうだね。また、ロシアにおける軍事文化は帝政時代からの、貴族社会で発展し熟成されたものであり、下級農民がどれほど主張しても、気にすることなく大軍を送り込んで敵を圧倒する戦術がその土台にあり、レーニンに率いられて民主革命を遂げたボリシェビキの時代となっても、人命を尊重するどころか帝政ロシア以上の残忍さで少数特権階級が粛清を行うなど、人命を軽視する文化は引き継がれていたんだ。その人命軽視、兵士軽視のロシア軍では兵隊も軽視されていて、十分な燃料や食料を前線に供給する計画がずさんで、それを担当する兵士も訓練不十分な徴兵が当てられているために機能せず、前線では車両が動けず兵士が空腹に悩まされているばかりか、腐敗しきった軍上層部が軍事予算の4割近くを不正に流用しているため、兵隊だけでなく、装備のメンテナンスがまともになされていないって話も聞いているよ。これらのことからロシア軍末端の兵士の士気は著しく低下しているとされ、ここまでの前線によって祖国防衛の士気がさらに高まり、アメリカや NATO 諸国、東欧諸国などの援助により装備が充実した。ウクライナ軍が攻勢に転じれば、ロシアは支えきれず制圧した地域を放棄して、敗退するしかないとの見方をする軍事専門家が増えているんだよね。今や世界はウクライナの味方だからね。ロシアのこれからを考えると同情せざるを得ないよ。ロシア軍が総崩れとなる状況に陥った場合、プーチン大統領以下の指導部はさらに核兵器使用の脅しをかけて、優位に立とうとするであろうし、実際に戦術核を使用する可能性は否定できず、この先のロシアプーチン大統領の決断が注目されているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はい、ここからは雑学の時間だよ。待ってました。今日は日常生活でよく使われる爪楊枝にまつわる雑学だよ。爪楊枝の持ち手側の端には、溝が掘られているのは知ってるよね。しかし、爪楊枝に溝がついている理由や意味については、ほとんどの人に知られてないんだよね。滑り止めだと考える人も多いかもしれないけど、あの溝は滑り止めのために掘られたものではないんだ。それじゃあ早速爪楊枝の溝の意味や用途について解説していくよ。実は爪楊枝の溝には意味も用途もないんだ。爪楊枝の製造業者からも、特に溝の使用方法については告知されておらず、溝が掘られていることで使い勝手が良くなることなどはないんだ。一部の人は溝の部分から爪楊枝を折り、爪楊枝を木にするなどの用途で使っているけど、これは溝が掘られている本来の目的ではないんだよね。冒頭でも解説したけど、溝が掘られていることによって滑り止めになるわけでもないんだ。そもそも爪楊枝は原料が木であり、素材的にも滑って落とすということもないもんね。それではなぜ溝を掘る？特に意味も用途もないのであれば、爪楊枝に溝が掘られていることが不思議だよね。実は、爪楊枝の溝は爪楊枝の製造過程において、しょうがなく掘られているだけなんだよ。爪楊枝の先端を尖らせるときには、機械にセットした爪楊枝を高速回転して削っていくんだ。そして、高速回転させることによって、手荷物側の木が焦げて黒くなり、見た目が悪くなってしまうんだよ。そのため、見た目の悪い焦げた部分を削り取るために、しょうがなく溝を掘るようにしたんだよ。あの溝は少しでも爪楊枝がおしゃれに見えるように飾り彫りされたもので、こけしを参考にしてくびれるようにして掘られているんだ。今後、爪楊枝を製造する機械が発達し、持ち手の部分が焦げなくなった場合は、コストカットのために溝を掘る工程がなくなるかもしれないね。以上、爪楊枝の溝の意味や用途についてでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。